大立氏名広告元年、略王3年9月3日もしくは広国3年、高元2年9月3日は南北朝時代の武士、大立宗氏の子。射程の幸い氏が新田義貞と同年代か、それより上の年代の生まれと考えられているため、義貞より氏名の方が年齢が上であると推定されている。氏名は義貞のもで転戦し、 はりの赤松の利村攻めなどに参戦する。現行3年の鎌倉攻めでは、父宗氏が戦死した後、その指揮を受け継いだ。足利高氏と京都の支配権をめぐって、吉定らが争った折には、奇襲を提案。これにより、日田軍は勝利を収めている。県務3年3月4日には、病床の吉定に代わり同じ日田一族の枝、幸吉と共に、 赤松延信が牢城する針馬を攻める。同年5月25日の港川の戦いにおいて、新田勢は和田岬に布陣し、氏名は明里路道の南の浜に布陣したという。氏名は枝幸義と共に三千余計を引き、足利方の二期、細川市の軍勢六万と激突したという。五代醐天皇の京都観光の折、氏名は越前へ下る義定へ堂々せず、 枝幸吉らと共に観光に工夫している。この時、後代醐天皇らは吉定には、京都へ赴くことを知らせなかったが、氏名と枝幸吉にはその旨を知らせ、二人は随行したとされる。その後、幸吉と共に、一時期来た朝方へ投降する。しかし、後に、伊予へ逃れて放棄し、屈な吉則らに劇を飛ばしたり、土石徳能氏と連携するなどして、 四国における宮方として、本宗、南朝から、伊予国守護職に任命される。しかし伊予で共に戦っていた、脇谷義介の病没後、南朝勢力は劣勢となり、北朝、幕府方から派遣された、細川頼春の大軍に、よ田代を攻められ、自害して果てた。息子の義父優は、北朝方の佐々木同与の圧戦によって幕府へ、出資することとなり、子孫は、 万所の武行人となった。大正4年、正4位を追造された。鎌倉、室町人辞典、明治天群馬県市、第一巻、太平記巻十二大館様の助知事にのことつけたり、篠塚勇力のこと、ハット ABC、太平記における、大館氏と枝氏の考察、太平記巻十六西国法機関軍新発のこと、太平記巻十六 兵庫海陸寄せてのこと、明か堂路道は、三加州に記される、平安後期に、平野清盛が、和田三崎に千人の自強者を集め万道へを、催したとされる道。太平気巻十六、新田田港川合戦のこと、奥富、二百日ページ峯岸、三十六ページ。太平気巻十二、吉助吉上下校のこと、峯岸、三十七ページ。 太平記巻二22、大立様の助内死にのことつけたり、篠塚勇力のこと、群馬県史第一巻、ありがとうございます。